毎週金曜日の午後2時、福岡で活躍するキラリと光る個性的なスペシャリストをご紹介するスペシャリストナウ。今月第4週のパーソナリティは幽霊が見えない霊能者の上池美里と、はい、保険は愛でおなじみのアスウェル合同会社山田武友でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも先月私風邪でダウンしてすいませんでした、うんね、なんとかは風邪をひかないっていうのにね、まだまだ風邪をひくのねいや本当に、ね、10月に風邪ひいて、うん、でずっと引き続けて12月にインフルエンザで倒れて、うん、でまた風邪ひいて、うん、2週間前に治りました。ということはさ、免疫力が落ちてるんだよね。一応人間でした私。本当ね、人間であるってことを証明できたとおかげさまで。みんな私は人間よみたいなホッとしてる人がいっぱいいるかもしれない。失礼だね相変わらずよ ね久しぶりだというで今日は、今日のゲストはね、免疫力のプロみたいなね、腸に関係する腸セラピーサロン、うん、フィリオオーナーの安井文子さんです。はい、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。安井さんとは去年ぐらい私、腸で、腸のマッサージで呼ばせていただいてたんだよね。はい、そうなんですよね。ですね。そこがそうですね。腸のマッサージを知っていただくのがそこがきっかけでしたね。はい。でなかなかその腸のマッサージになって聞いたことないでしょ、うん、何のためにするのと思うでしょ腸のマッサージ、うん、ぜひ説明してください、はい、皆さんテレビとか昨今ですごく腸のこと大事だよっていうふうに取り上げられてることは、ねうんうん、よくご存知だと思うんですけど、うん、意外とその腸が原因で、うん、いろんなトラブルを全身に引き起こしてることが、うん分かってきたんですね、うん、で例えば、まあ、便秘とか軟便とかっていうのは、まあ、よく皆さんご存知ですけど例えば、はい最近痩せにくくなったとか、うん、あと下腹、おへその下がポコッと出てる、うん、ダイエットしてもそこだけが取れないとか あとさっき上木さんが言ってた風邪をひきやすくなったりとか長引いてたりとかっていうのが意外とその腸のトラブルとか意外に腸ってものを言わないところなので、うんよく働いてるのかも働いてないのかも、うん、自分でよくわからないじゃないですか、ね、でそのよく働いてない状態が長く続いてしまうと、まあ、免疫力の低下だったりとか、うん、もちろん腸っていうのはほら栄養吸収してくれるので、うん、吸収力も落ちてっていうことは結果全身に栄養も行き届かない、ね、でそれでも肌荒れを起こしたりとか、うん、いろんなことを起こしてくる一つの原因として考えられます、うん、そうよね、はい、腸から栄養を吸収できないってことは、はい、細胞に栄養が回らないから、はい、おっしゃる通りです老化しちゃうよね、はい、早くなると思うやばいですよ山田さんあとねこのほうれい線ってあるでしょでこれ腸ってね1以上を起こすからってか、うん、内臓下垂って1以上なんですけど腸も 1腸の1が下がってしまうから、ね、でこれも実は腸が引っ張り込んでる、うんここから腸に引っ張ってるって全部体ほら1枚の皮でつながってるし、うん、でも外やんいやでもその中筋肉ですから、うん、で筋肉で全部つながってると思うと腸の位置が下に下がるとこれ出てくるってこともう一つ全部引っ張られるの、うん、だから腸が1の位置が正しいところに来ると、うん、ちゃんとほっぺも上がるし、あそうだったね、うん、私痩せたように見えた時があるだけ、うん、体のラインが整うって言われた、ねはい、姿勢も変わるだから猫背も実はお腹が引っ張り込んでるかもしれないし、うん、なるほど思い出しただってね腸セラピーをする前って私すごくお腹が硬かったんだよね、うんうん、でやってもらってる間にどん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 柔らかくなってだいぶ楽になったもんねなりましたねなりましたね、 なりましたねでもちょっとサボるとまた元に戻る戻りますねでもすごくもほっとの元の状態には戻りにくくなります、うん、あそう歩きやすくなってたよね、うん、そうでしたそうでしたそうそうそ そう体が軽くなってね、うん、足がさっさっさと出てたよね思い出してきましたへえそうなんだあ歩き方にも関係してくる、はい、だから姿勢が変わるから、うん、骨盤も変わるし位置が、うん、で膝とかなんていうんですか股関節とかが動きやすくなるのであそっかだけいろんなその症状で悩んで、うん、なかなか解消しない人は一回腸を見てもらった方がいいかもしれないですね、はい、一つ原因として考えられるからそこをちょっとアプローチされるのといいんじゃないかなと思います、うん、いいですよね、はい、でこの方の部屋って海が見えてねとっても気持ちがいいのよどちらなんですかあとね中央区の港 の、はいはい、本当ね港沿いの、うん、マンションなんですけど、はいはい、窓を開けるとそこは港だったっていう
海しか見えないもんね、はい、見えない、はい、そうなんです。気持ちがいいの、爽やかなのよ、いいですね、本当にあの窓から海が見えて抜けてく感じです、うん、気持ちが、うん、この方も生き方が面白くてね、うん、どっから見えたんでしたっけ、ね、名古屋から2年前に2年前移住してきました。移住で、あのまあいろいろね人生いろいろあります、うん、でそれで私独身だったので、うん、でもこっから私一人で食べていかなきゃいけないしなっていうところに立ち止まり、うんうん、でまあいろいろちょっとお世話になってる先生がこっちに行って、うん、でその方の心理療法とかそういうの資格を取ろうとかって思ってたんですね、うん、でもなんかでそれ福岡にご縁があったんですが、うん、だんだんそれを進めていく間にこの腸のマッサージを知ったんですよ、うん、で私もともとアトピーがあるから、うん、あのこれが良くなればと思って、うん、あの始めたらいやこれ人にしてあげたいと思って、うん、であのまたこっちの福岡がすごくね心地が良くてですね、うん、であこっから先福岡で住むってあるよねと思って、で自分であのしたいことね好きなことしてみたいっていうのもあったので、あじゃあこの腸のセラピーでやってみると思ってひらめいて来ちゃいました2年前に。荷物全部捨ててるとよ。お3分の1だけ持ってきた。捨てすぎてね冬が寒いって。布団も捨ててきましたから、ね、布団も捨ててだってクローゼットないし、うん、何もないんだよお家。ありますよクローゼット。いやいやおけどもったいだねいやあるんですけど、うん、もうだからそこに入るだけ分しか持ってこなくて、はい、本当にリュック1個で来ちゃったみたいな感じで、すごい思い切ったことをするね、うん、どこに寝てるのみたいな床に寝てる。この人はそういうねさっぱりした性格そのまんまの部屋やね。ああそうですね、そうですね。今も布団がないんですか。今も布団ない。ああまあ買いましたよ、うん、ちゃんとあの毛布買って、うん、毛布3枚ぐらい毛布だけ、うん、だんだん寒くなってきたらしい。毛布を重ねて重ねてみたいな、はいはい、毛布だけ。だ布団だと、うん、ほら邪魔になるけど毛布はほらすぐ洗えるし、うん、で畳むと小さくなるから、うん、すごい生活よね、うん、この思い切りの良さ、うん、ありがとうございます。だから、ね、私ってほらあのすごく相手の気に敏感だから、うん、誰にでも触ってほしくないんだよね、うん、でこの人に触られるとね、うん、気持ちがいいんだよね。あそれがねすごく嬉しかったんですよ。波動がぴったり合うのね。合いました。あったんですね。で、うん、腸ってこの人に触ってもらった時に思ったのが、うん、腸は感情が溜まってるしね、うん、記憶が溜まってる。だけ私この人にマッサージしてもらってる間にどんどん情景が見えてきてね、出てきましたね。過去性は一回見えたかな。それで、うん、子供の時の記憶がバンバン出てきたのびっくりした。過去性って何ですか。まあ、生まれ変わる前のね。まあ、信じない人は信じないから置いといて、うん、でも子供の時の記憶を忘れてた時の記憶が出てきて、うん、髪留めの柄まで見えたのよ。それはまあ私の、ね、特別な能力かもしれないけど、うん、どうして私は海が怖いかまで見えたの、うん、この人のその超セラピーでご自分でねチャネリングして自分ご自分の心を解決。だからそれを知ったことで、うん、あやっぱりお腹に感情ってたまるっていうか腹で物を考える。例えば腹をくくるとか、ね、腹黒いとか ね言いますよね。感情のことを表すところじゃないですか、ねうん、でそれを上池さんの施術をしてそれを知ることで、あやっぱりそうなんだと思って。だから腹は感情を作るところだなって私は思うんです、うん、でそれがほら腸と脳ってつながってるって言うじゃないですか、うんうん、で腸で始まって感情ができました、うん、でそれを胃を通って胃は漢字の胃ですけど意思の胃とも私は変えれることができるなと思うんです。それが漢字があの意思になって脳に行って脳が行動するってちょっとなんか自分の中で作るんですけど、なんかそんな風に見えてくるんですね。だって腸が先にできるっていうもんね、うん、あ本当にそうです。最初そうなんだ、アメーバーの頃ね私たちが、はいはい、今までは脳って言われてたけどね、うん、今腸って腸が先ですね。腸のできてその次のちょっと何秒か後ぐらいのちょっとのズレの時に脳がその後神経系ができるので、うん、たった何秒の差、何秒何日かの差ですけどね、はいはいはい、何時間の差ぐらいで腸が本当に先に出てくるのよ。ってことは腸が一番生き物にとって大事なところだっていうところの表れかなって思います。とかその感情とか記憶を私も感じてね、うん、私は人に触るから邪気をもらうじゃないですか、うんうん、でもすごい症状が出て、うん、倒れるぐらいになった時にもう飛び込んでたとお願いって言って、うん、で腸を触ってもらうとスーッと楽になるよね。楽なりました。で大変って言ってきた時の上池さんのなんかガッチガチだったんですね。ガスかなんかと思って腸自身が硬くなっちゃう、うん、
緊張じゃないかな。緊張だと思います。で腸、体って腸もそうですけど筋肉でできてるじゃないですか、うん、あ筋肉なのあれ。そうですよ。で全身内臓全部筋肉ですから。で腸も筋肉でできてるから。で筋肉ってほら緩んだりとか収縮したりって、うん、あの緩んだりキュッて硬くなったり、うん、腸も一緒で緊張すると腸も硬くなるわけですよ、うん、でそれがちゃんと緩んでくれれば硬くなっていくことはないんですけど、うん、私昨今ほらいつもなんか緊張してたりとか交感神経優位な状態が多いから、うんうん、っていうことはいつも腸が緊張した状態になってしまうんですね、うん、でそうすると腸が硬くなって、うん、あのまたそこで不具合が起きるんですけど、ね、だから上家さん仕事されてかなり緊張があったんでしょう、うん、でも違う、ものすごい集中力じゃないですか上家さんの仕事って。そうなのよ、こんな知ってるけどね、うん、いやいやそんなことないですよ。いやいやいや、よく知ってますよ。何座り直してるの。いやいやいや、襟を立たしてね。分かってますよ。いやでも本当にね、邪気を受けた時の体の調子の悪さってよく分かってくれたの、うん、はいはい、腸がパッて変わる、ね、変わりましたよね。抜けた時にふわっていう同時の抜けたっていう時と腸が柔らかくなった時と一緒なの、うん、だって上家さんの仕事ってほら、うん、人の持ってる感情とか一回自分で吸い込むじゃないですか、ね、人のものを体に入れるから、うん、だからそれこそ腸に溜まってる感情も一緒に受けるんだろうなっていうのをね、一緒にやってて、そう2人でやったんですよ。あの私が過去を見たりしたからね、うん、例えばうち のお客様で、うん、なかなかその感情のもつれが取れない人がいらしてね、うん、もつれ、あの2人で一緒にしたら、うん、早く結果が出るんじゃないかと、ね、うん、試したのよ。私の体が持たなかったな、うん、出過ぎちゃったんでしょうね、あれ。もう どういうことかいな、あ死にかけたっていうか、朝起きたらね体が動かないとよ、固まってしまっていて、あと感情がねドーンと落ち込んで、もう鬱の強力な鬱になったみたいな感じになる、うん、その人の腸に溜まってた感情が私のところに入ってくる。で私もさ、あの 100% 綺麗なわけじゃないじゃん、自分も生きてるから感情があるやん、うん、そこに人のものまで受け入れて、うん、で人の緊張も入ってくるから、うん、私の体がもうパンクしてしまって、うん、あれ年末やったよね。年末でした。たまたま独身だからどこに行ったっけ、助けてって言ってやっと運転して行って、うん、腸をほどいてもらって、うん、私が元気になって、うん、で私は実家に帰ったの。それでそうだったね。そうでした年末、うん、そうだけどもう二度としないそれは、うん、結果がいいのは分かったけどね、うん、だけどもう一回してて頼まれたけど、うん、もういいですやめた方がいい、どんだけお金積まれてもいいですって、うん、もう命削られる、うん、そのぐらい腸ってね人間にとって大事よ。ですね、うん、でも私内臓が全部筋肉でできてるっていうのは知らなかった。っ心臓も筋肉ですし、心臓は分かるけど、うんうん、腸が筋肉って筋肉です、まあね、心臓なんかね理解できるけどね、うん、尿意は全部大腸も小腸、腸って私腸のマッサージ行ってますけど、小腸も、腸って小腸と大腸と分けるんですけど、うん、全部筋肉ですよ。勉強になりました。はい、そのケアはじゃ筋肉だったら絶対にこう柔らかくしとかないとうまく働かないってことね。本当におっしゃる通りで、あの硬い筋肉は、うん、動作が悪いじゃないですか、うん、腸も一緒ですよね、動作が悪くなると思いますね。ストレッチみたいな感じだ。はいはいはい、ね、はあ、じゃあ免疫ってさ、全ての病気の元になるから高いか低いかって、うんうんうん、腸をベストの状態に置いとくって大事よね。大事ですね。だからパフォーマンス上がります、腸の状態が良くなると、うん、具体的にはえ人生が上向きになるっていうか、腸の状態が良くなるっていうことは、うん、全てにおいての活動が良くなるわけですよ。体の中の動きも栄養も、うん、っていうことは頭も冴えるし、そうだね、体も楽になるし、うん、っていうことはその動きのパフォーマンスも上がるじゃないですか、うんうん、でよく寝れるし、うん、あでも本当によく寝れるのと体温も上がりますから、あの風邪も引きにくくなるし、うん、なので腸元気にすると、うん、いろんな素敵なことが起きてきます、ね、だって私が風邪ひいたのは仕事が忙しくて、うん、毎日2時3時が続いたのに、ね、うん、まずいよねと思いながらやってたら倒れたから、もしその時に腸マッサージとかやってたら倒れなかったかもしれない、もしくは軽く済んでたかもしれない、ちょっと皆さん、うん、調子が悪いなと思ってる皆様、ぜひ行かれてください。違う原因よ、うん、あのね、あの知ってるようで知らないじゃないですか、うん、自分の体のことって、うん、でお腹触るって触っていいのかなっていうふうに思われてる方が結構多いんですね。ですけどもう本当にどんどん触ってあげて、まず、うん、いつもありがとうねって言って、うん、なんかなでなでしてあげるだけでも体ってすぐ答えてくれて、
そうよとかって言ってくれる感じがすごくするんですね。でちょっと触ってあげるだけで喜んで体温を上げてくれますから体もポカポカしてくるし、なんて優しいお言葉この寒い冬に、うん、ぜひお腹を温めることをね、すごい絶対冷やしちゃいけないの、そうそう、おへその周りですので、私この間かき氷のこんなてんこ盛り食べ、うん、食べてましたね美しい、まあ、あれは絶対良くない。真夏でもダメなの？控えた方がいいですよね。本当は腸のことを考えるとね。でも時々体温が、熱が上がりすぎて、うん、ほら熱中症とか、ああいうもう大変な時は、あの冷たいもので一回ゴンと冷やすのはいいとは私思うんですけど、日常的かな、あまり冷たいものを取ると胃腸に負担をかけてしまうから、うん、結果良くないかな。じゃあまずビールとか良くないね。あれ美味しいね。山田さんもよ。違うね。お酒飲むって冷たいのばっかりだもんね。わかります。そうそうそう、氷いっぱい入ってるし。ね、そうなんですよ。で冷たいものって結構刺激的だから、うん、あの、なんでしょう、脳が気持ちいいんだと思うんですよ。刺激が気持ちがいいんじゃないかな。あと炭酸とか、うん、そうね、あれ喉越しだから、本当の喉越しだから、あのこっから上が楽しいみたいな、首から上か、体はグーみたいな。山田さん考えよう、うん、考えよう、例えば安井さんに腸マッサージをお願いしたいという時はどうしたらいいんですか？ありがとうございます。あのフェイスブックに私のお店 の、うん、あのページがありますので、うん、腸セラピーサロンフィリフ、これはね、あ、これですね、うん、フィリフ、これいろいろメニューがあるね、そこにカメラがあるんだ、うん、が ありますので、そこであの一度見ていただくと、あの連絡先とかが載っておりますし、うん、もしフェイスブックされてる方でしたらメッセンジャーでメッセージをくださるといいと思います、うん、場所は中央区港、あ、ここ素敵でしょ、うん、これ窓からの景色よ ね、 いいですよね、1丁目です、ね、はい、え、じゃあフェイスブックをやってらっしゃらない方は、うん、あ、そっか、これ電話番号とか、うん、言っていいんですか、うん、あ、じゃあ電話番号申し上げます。090-4189-0068 です、ラジオ聞きましたってあの言ってくださると、検討しますこれからあ、まさかこんなことこんな展開になると思ってないここが一番重要でしょう、うん、はい、あのそあの、うん、でそう早速考えますごめん、ね、何かサービスができるといいですね、本番だからごめんね、はい、ちょっと経歴を言うの忘れたこの方、うん、歯科衛生士さん、あ、はい、元々がね、あ、そうなんです、あの、うん、前職は27年、うん、歯科衛生士さん27年も、うん、27年やってました、うん、数えたら、へー、だったので、うん、あのこの体っていうこと、まあ、自分がアトピーだっていうこともあるんですけど、うん、とても体に興味があるんですね、うん、で医学的なこととか、うん、そういうことすごく大好きな分野なので、うん、もうなんかハマってしまって、歯の次にハマってしまったのが、ほら口は入り口、うん、腸は出口、つながってるんです、消化器官で一本、うん、と思ったら、あ、これも面白いご縁だなと思って、うん、まあ、もともと医療機関にいらっしゃる方だったら、はい、受ける方も安心ですよね。ありがとうございます。あの、ね、いいと思いますというか、うん、専門的なことも言っていただけるかもしれないもんね。あ、そうですね。で、また歯のこととか相談って、はいはい、それも歯も大事ですよね。歯もだからよく噛まないと消化不良を起こすでしょ。だから歯も大事なんです。歯は命って言いますけど、うんうん、腸も命ですけど歯も命ですね。全部つながってましたね。つながってるんです。そうなんです。無駄がない大好きな無駄がない、お部屋のまんまの無駄がない、本当にこの人ね気持ちがいいことなの、うん、ありがとう、ガーッとしてるの、で、あのいつもね榊を、あ、部屋に置いてますんだけど、生き生きしてあるのよね、ってことは気がいい、 ありがとう、根が張り出しました、すごい、夏に生けたものが7月、今も元気に生きている、へーってすごいなと思って、目が、ね、根が出始めて、あ、花瓶っていうか何か入れて、はいはい、入れたままで根が出てきた、根が出てきた、へえ、ね、気がいいからですよね、植物はとっても正直だから、でもあの本当海に助けられてるところすごくあると思います、海って浄化だもんね、浄化だから、はい、でその部屋もめったに入れないのにストーンと入れたっていうラッキーガールです、なるほど、はい、本当に呼ばれて福岡に参りましたって、すごい人気のアパートなのよね、はい、そうなんです、そうなんですね、海が見えるから不便ですけど、ちょっとね交通の便は悪いんですが、ね、でそこでちょっとクラシックのね静かな曲を聴きながら、はい、お腹を
マッサージしていただいて、うん、終わった後はね海を眺めながら美味しいお茶をいただくのよ。最高やね。最高。ちょっと別世界になるね。ちょっと、ね、はい、あの気持ちもねリラックスしていただきたいのも、うん、腸にすごくいいことじゃないですか、うん、はい、なのでそれもあの、ね、考えて。どんな方に、例えばどんな自覚症状がある方に急いで来てほしい、うんうん、そうですね、お腹が硬い、自分で触ってとか触ってなんか鉄板とか硬いとか張ってるとか、うん、あ冷えてるとか。硬いっていうのはさ、私多分あそうですね、筋肉戻ってくる、あそうか、わからないですよね、硬いが、まあ一度下腹が出てるとか、あおへそ、それがいいかもしれない。それ早い、 下腹が出てるだと腸の位置が下がってるって見るから、はいはい、それだとほら鏡で見ると分かるじゃない、うん、で腸が正しい位置にあると、うん、おへそって縦べそなんですけど、うん、あのなんかへの字になってたりすると腸がまずへの字があるんですか。腸の形見てみてください。 でもお腹が出てるとパンって丸くなってるんですけど、うん、まあ、健康な状態だと縦べそなので、うん、自分のおへそちょっとこっそり見て、うん、太ってても縦べそ、太ってても腸が正しければ多分縦じ、縦か、私でも太った人の正しい位置見えないから。話が弾んだんだけど、またもう終わりになりました。はい、今日はありがとうございました。いろいろ話せて。またね、出てもらって、はい、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。楽しかったです。スペシャリストナウでは皆様からの声をお待ちしています。Facebook ページ、スペシャリストナウのページからメッセージをいただくか、おはがきでコミテンまで。たくさんの声をお待ちしています。この番組はアスエル合同会社の提供でコミテンラジオより生放送でお送りいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。